筋トレ終了今日も。というわけで、かちゃん連の数でございます。ダイエットちょっとプチ再開ということで、筋トレなどちょっと最近頑張ってます。アラフォーだけどアラフォーじゃない体作り頑張ろうと思ってます。というわけで、本日もうね終わるよ10月。みんな何したよ。レビュー系 YouTuber ね、散財やばかったよね。やばかったよね本当に。10月はもうちょっと考えてよとね。ね、各年今年集中しすぎ、本当に何考えてんだか警告者、集中しすぎ、全部持たない。はい、というわけで早速10月の買ってよかった行ってみましょう。っていうか散財の秋とか言ってけど、発売がね10月ほんともう今頃だったりとか11月の方入ってからなんかいろいろポツポツポツって出始めたりとかもあるのであれなんですけども、ちょっとねプチ散財としてはね可愛いの散財してきたんですよ。これモンベルの傘でさ、すーげー軽いのよっていう、うん、まあ、風では飛んでいかないんだけど、超軽いやつ。ただサイズ的にね、カズさんサイズってわけじゃないんだけど、常にカバンの中に入れといても全然いいモデル。夏場なんかさ、これの黒モデルなんかもあるので日傘なんかにもね、ちょうどいいみたい。見てこんな感じのプチモデルがあるんすよ。いやこれいいよねって。まだまだ日差しのね強いことがあるので、これちょっと買ってみましたけども、一応買ってよかったものというと番外編なのかな。まあ4位ぐらいでこちら今回紹介しておきたいなと思います。デメリットとしてちょっとね、片付けるのがちょっと全体的に軽量感が進んでて軽めというか繊細な生地なので、ちょっとそこら辺気をつけてねっていうのはあるんですけどね。マジこのモンベルの傘最強でございます。はい、というわけでいきたいなと思います。っていうか、いや本当にこの2週間ぐらい1年で一番忙しかった2週間でバッタバタしてて、開封できてないやついっぱい実はねちょこちょこあるんですよ。動画ちょっとしたら出てくると思うので見ていただきたいんですけど、この OM5 なんかもう1ヶ月ぐらい前だよね。1ヶ月以上、うん、開封してねっつーね。これまた今度開封していきたいなと思います。 iPhone 発売してからね開封したいなと思ってて、いつの間にか10月を終わろうとしております。はい、というわけで、まあ第3位いきたいと思うんですけども、第3位はですね、デレーンと、はい、こちらです。 AirPods の第3世代になります。第3世代っていうか今ねつけてまだテストもしてるんですけども、まあ、プロと正直に7000円差ぐらいなんですよね。だいたい、プロが3万円ほんで、本日の第3世代が2万3000円ぐらいとなっておりまして、7000円差です。ただね、一時期さ、こっちプロモデルがなぜかね3000円引きとかね4000円引きぐらいされててさ、なんでだったら価格差3000円ぐらいじゃん、そんなプロ買うやんみたいなあったと思うんですけど、俺ちょっと謎分かりました。 Amazon でその値引きされてたんですけど、これもプチバージョンアップされてんのかな。あのさこれこの iPhone のこの充電にねペタって貼っつけるやつ、これでさ、なんと今回のやつ対応になりまして、ほらくっつくんですよ。こんな感じでくっつくの、これ。はい、充電したいなーって時にこうくっついてくれます。だからこれ充電器あるんですけど、くっつきます。ほんでこのプロモデルも実はしんなりと最新モデル対応してたみたいで、もしかするとこんな感じでくっつくかもだけど、はい、これ対応しておりませんというものでございますね。ちゃんとこれね充電されるんですわ、これで。ごめんね端っこで画面。ほんでどうもね対応していない古いモデルがちょっと値引きして販売されていたっていうことらしいんですよ。まあ対応してなくてもいいよねって、買えた人ラッキー。もう今ね普通の値段に戻っておりました、ほんでやっぱりね、いいポイントとしては、普段使いしてる時、家とかこういったところで使う時はね、プロモデルよりいいなっていうのがあって、プロモデルこれカナル型といって、このやっぱゴムのピロピロついてるので、この耳の穴をスポッとするんですよね。だからこそ遮音性とかそこら辺ね、ノイズキャンセルとかもできるようになってるんだけども、その圧迫感が嫌っていう方も非常に多いと聞くし、そして何よりね、この外音取り込みっていうモードがあるんですけど、こっち普通にもうちょっと隙間あるから取り込んでるんですよナチュラルに取り込んでるからすごく自然。外音取り込みも結構自然に聞こえるんだけど、やっぱリアルの音と比べるとね、やっぱ違うからさ、嫌だなーっていう方いらっしゃると思うんですよ。これだったら自然に聞こえるかと思います。そんでまあ懸念点として、これちょっとね実はね昔のものに比べると、これだ、これ iPhone とかに入ってる AirPods と比べるとちょっと頭がでかくなってて、ここら辺で耳の穴が痛くなる問題が出てくるのかなーっていう方があるんですけど、まだちょっと試せてないので今測ってます。私30分もあればね痛くなる人なんで測っておりますので少々お待ちください。今のところはまだ大丈夫だけど、
多分痛くなります。間違いない、多分痛くなるかと思います。あとはね、ちょっとこれ説明するときに忘れてたんですけど、この人肌、人の肌に触れてると感知するってモードがあるんですよ。だからポケットにさ適当にガサって入れといても勝手に感知することがないっていう人肌感知モードみたいなのがついておりますので、そこもねちょっといいポイントだと思うけど、このまんまポケットはマジやめとけよ。なくすぞ、俺なくしてるからね、プロモデルなくすぞとだけ忠告しておきます。まあというわけで買ってよかったもの第3位でございます。あとねケースも一回り小さくなってるので、なんかそこら辺も好き。ただ言っとくとライトニングなのでいい加減タイプ C 待ってますよっていう、お待ちしております。そして次さ第2位いきましょう。あ、ちょっとあっちの現場持っていこうかな。第2位はジェレレーンと、こちら 80V の草刈り機でございます。いやー すげえよパワー。ただ混合油式のやつ自分使ったことないので、まあ、それクラスの力がハイパワーのやつなんですけど、やっぱ何がいいって、まあ、その液体ガソリン使わないからさ気持ち楽だよねってね。臭くもないしうるさくもない、それでいて圧倒的なパワーで 80V って言うから、いやいや 100V のコード付きのやつ持ってるよーっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もしかするとそれよりもね強いんかなーっていう。あれはね交流 100V、 こっち直流だよね、バッテリーだから直流の 100V で、まあでもギアこうぐるんぐるんぐるん回すときにまたなんか交流みたいなのになるのかな。まあ、ただ、まあ、直流 80V って基本的にすごく強いって聞いたことはあるので、ちょっとやっぱその分パワーはね増されてるんじゃないのかなと思います。ただ心配なのは最近ね巻き田沼にハマっておりまして、いろんなもの購入しちゃってるんですよね。散財、そこら辺の散財もはかどっちゃってて、工務店チャンネルまだまだ楽しくなりそうな気がする。ちなみに、土地情報についても、今現在3件4件ぐらいね、ちょっと どうなんだろうみたいな感じでアタックかけてる状況で、1件が確率 50% ぐらいで買えるかなどうかなっていう感じ、いけたらいいなって思ってます。あ、ただちょっとね一つだけ、カズさんのとこ特定しちゃった、インサソーみたいな、やめてね、ちょっと売りじゃないからななんかちょっと気軽な気持ちでやった人をね、なんか処罰すんのもなんかいや、そこまでの悪意があってっていうわけでやだよねっていうのもあるからさ、専用にお願いします。やりたい人もね、おこでやりたい人もいるけどさ、やりたくない人もめちゃくちゃいっぱいいるから本当お願いしますね。はい、ではですね、もうあれはみんな興味ないですよ 80V は。では買ってよかったの第1位いきましょう。1位はですね、じゃ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 ん、ホームシアター。ようやくですよ、社長を就任してホームシアターを持っていない問題でしょと。以前持ってたんですけど、アパート暮らしとかになって手放していました。ただマイホームになって戻ってきたということで、ホームシアター、男のロマン、映画好きな人いらっしゃる？家でそれが楽しめるんですよ。ほんで言っとくと、ある程度本気を出せば、なんて言うんだろうね、映画館によってもさ、画質悪いなとか結構あるよ、音悪いなって。結構その家のホームシアターで、あれ待って、普段行ってる古い映画館よりなんかいいじゃんみたいな。もちろんね、お金かけた、ね、映画館には全然かなわないっていうこともあるけど、さびれた感じの映画館にはね、結構画質そして音質ともにある程度の価格で超えられることもあります。本当に今ちょっと日中だからあれなんだけど、ちょっとやってみるよ。ちなみに取り扱ってるやつ基本的にこのスクリーン、そして他あるとしたら天吊り用の金具、今すげえ雑にちょっとケーブル固定してるけど、その2点だけになります。そしてシンデレラフィットはこのことを言うのでしょう。見てこれ LG のテレビですわ。安いとね10万半ばぐらいでね、多分あると思うんですけど、私買ったのがねこれ20万、半ば後半ぐらいのモデルになっております。作業見て、いや今までねこういう設置これ見たことないレベルなんだよね、こういう設置。私が勤めてた時は、だいたい10年ぐらい前なんですけど、10年前でここまでできることってなかった、存在しなかった。まずこんな薄い壁面に貼り付けるだけのテレビが存在しなくてできなかったんだけど、ついにこれできるようになったんですよ。このね、リビングの雰囲気を壊すことなくスクリーンが設置できるようになった時代。ほんで、今回、スクリーンサイズが120インチとなっております。ほんで、再生機とかどこにあんのみたいな。実はこれ、まあ、一応昔ながらの接続方法で、プロジェクター、これ音も何も出ません。プロジェクターをケーブルでずらーんとこの柱の上をはわして中入れて、そんで
実はね、後ろの方に部屋作って PS5 で動かせるようにしてます。しかもよ、 PS5 すげえなと思ったのが、壁1枚あるのにコントローラー全然効くっていう。そこ、うん、コントローラーすげえ効きます。 PS5 で遊んだ様子もあるんだけども、こんな感じでさ、すごく楽しい。また PS5 であればゲームはもちろんなんだけど、ブルーレイ対応のやつとかあるでしょ。ブルーレイ対応モデル、それも再生できるし、 Netflix とかそういったやつにも対応してるので、プレイヤーとして基本的には、PS5 あればある程度何とかなる。ほんでどうしてもテレビ番組見たいって、もう自分あんま見んからいいんだけど、見たいって人はそこら辺にね、なんか置いたり、ナスネ置いてもなんか連携できるのかな、そういったことで対応できるんじゃないのかなと思います。はい、というわけでこれでね、すごいロマンが、完成したということで、やっぱこの映画好きの方とか Netflix なんかもね、より臨場感あふれるように楽しめるようになるんじゃないのかなと思います。大事なポイントとしてはやっぱりこの音、音すごい大事なところで、今現在だと先端にね1個、ただこれも今ちょっとピローンって線になっちゃうからどうしようか悩んでるんですけど、本設置だったら僕またそこに穴開けてなんかやろうとしてるんだけど、まだ本設置じゃない、試そうとしてる。で後ろに一応リアスピーカーも置いてんだけどさ、ソニーのやつやっぱなんだかんだ Twitter でダメっぽいなみたいな感じになったんだけど、やっぱソニーのやつにしようかなと思ってて、上のランクのやつだと4つスピーカーを使うんだよね。上の空間が必要っていうことで1メートルから4メートル必要らしいんですよ。だからスピーカーをね、例えばこことここ、ほんで上の空間1メートル以上あるからさ、こことここぐらいに置いて、ほんで背面はね、どっかあっことあっこぐらいに置いて端っこの方にさ、そうすると本来の力はね出せないとは思うんだけども、7割ぐらいの力出せて映画楽しめるんじゃないのかなって。それ以外だとちょっと下の方にスピーカー置かないといけないから、このフラットな壁がね崩れてしまう。これちょっと、ね、何にも置かずにみたいなかっこいい設置したいので、もしソニーの関係者さんいたらね、合ってるかどうかぜひ教えてください。マジやめとけだったらやめとけって言ってください。はい、というわけで本日はこんなところで、終わりたいなと思います。あ、ちなみにちょっと番外編、基本的に買ってよかったっていうものになってるから、買ったもの以外はね紹介してないんですよ。例えば先月 GoPro Hero 10は入ってこなかったかみたいなあったんですけど、これいただいたんですよね。だからレビューにあげなかったっていう。めちゃめちゃ良くなってるよ。9と比べると絶対10、8と比べるとすごい悩ましい。やっぱちょっとずつ大型化しちゃってんだよなーって。大型化するとね、ちょっとやっぱ本体大きいからさ、軽い三脚とか使ったりするとポトンってコテンってなりやすいから、軽ければ軽いほどいいんですよ、こういった類のやつ。それはちょっと悩ましい。ただ今日起きたら DJI さんがさ、オズモアクション2発売してて、軽い 50g よ、あれはいいぞと。磁石でもくっつく、すげーぞと。またこれはこれのね良さもあるんだけども、アクション2はアクション2のね良さがあるということで、すごい気になっておりまして、勢いでポチってしまいました。そしてね、カズさん今回これないのみたいな、これもですね実はいただいておりまして、はい、ありがとうございますということで、これこそ万人向けって感じ。カメラ性能とかもね今比較中ではあるのでなかなかいいなってあるんですけど、やっぱそれ以上の差別化としてやっぱ翻訳性能、そこら辺はねやばい。例えば Siri とか使ってもさ、ちゃんと日本語分かってくれよみたいなことあるじゃないですか。ただやっぱ Google、 そこの文字情報とか言葉の情報の AI とかがもうすごくてさ、かなり精度が高い感じ。ほんでそれに合わせたチップってなってるからモンスターです。これ1個あればオフラインでも翻訳できちゃうからさ、韓国語とか多分ヒンドゥー語とかいろいろできちゃうからさ、これ1台あればどこでも行けちゃうっていう安心感はあると思うんですけども、このスペックの数値で比べられるとね、完全に iPhone の方がいいと思うんですよね。ゲームやってもさ、やっぱりこのスペックで言うとこっちの方が低い。ただそこら辺のね AI の処理とかで言葉の認識能力とか、そこら辺がねえげつないことになってるので、この数値化されない楽しさってのがね、このピクセルにはあると思うんですけども、分かる方いるかなって、そんな感じでございます。またこれもね、良かったとこ悪かったとこちゃんと動画にしますのでお楽しみください。はい、というわけでまたお会いいたしましょう。バイバイ。つけ始めて大体30分、痛くなってきました。引き続きちょっとつけときます。今ランチ食べて1時間半ある程度耳痛い、痛くなりました。ただマイルドな痛みな気がする。いつももう本当にね、結構痛い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 ってなってるんですけど、あともう一個いい方法見つけたんだけど、この第三世代とプロを高音につけることで接地面がちょっと違うから痛みが緩和される可能性はあるかもしれないから、私みたいに耳痛くて困ってる方ぜひお試しください。あ、ちなみにここビクトリアフォレストっていう結婚式会場ではないよね。結婚式もできる。結婚式もできるんだけど、まあそういったとこぜひランチ食べに来てみてください。グーです。